日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらAGF のちょっと贅沢なコーヒー店で入れたドリップコーヒーを飲みながら、お供としてこちらコーヒー専用1本満足クッキーバー2本を食べられます。確かこのおっバタークッキーの方は TikTok やショート動画で紹介した気がするんですけど、クッキーバーは初めてですね。あれその周辺の方で紹介したんだっけ。まあ紹介はしてるんですけど、まあ今回2本まとめて食べ比べる機会がありましたので、本まとめて食べ比べる機会ですが、その前にまずはちょっと贅沢なコーヒーな、ブレンドじゃないわ、ドリップコーヒーなので、なんで間違えた。すでに以前紹介したかな、コーヒーメーカーを使って入れてます。では飲んでみたいと思いますね。本当に贅沢な気分になれるのかな。それじゃ、コーヒーの方は贅沢か。まあ確かに美味しくはあるんだけど、そこまでわーっていうほどでもないような気も。だけどまあ美味しくはあるんです。朝すっと目を覚ましたい時にというよりは、あっちの方が良さそうだな。これはで一本満足クッキーバー、コーヒーに合うようにしっかりと調整されていますね。これはこのコーヒーともよく合うし、もちろんあなたの好きなコーヒーとも絶対に合うと思います。コーヒーのお供にぜひ食べてほしいですね。詳細なレビューはこの後すぐにやりますよ。ごちそうさまでした。今日飲んだちょっと贅沢なコーヒー店は、お願いします。苦味はそこまで強くないんですけど、飲んだし、あとコーヒー後から追いかけてくるように酸味が口の中からスーッと抜けていきますね。なのでこちらで言うと、朝パチッと目覚めたいというには、お昼からの、まあ昼からコーヒー飲むのもどうかなと、睡眠的に考えてどうかなと思う部分もあります。昼で例えばケーキをそばに置いておくとか、そういった状況で飲むのにいい味に仕上がっているなと思いました。なので苦味よりも酸味、すっきり感、さっぱりした味わいを求める方向けですね。そう考えると、コーヒー専用1本満足バーを合わせたのは正解でした。バタークッキーの方は以前やっていますが、改めて言っと相変わらずのさっくりとした香り高いバターが噛んだ瞬間にサクッという音とともに広がった。一方のチョコチップクッキーは、ちょっと少しほろ苦いチョコレートの味わいが同じくサクッとした生地から広がってるんですが、チップも入っているのでコリッとした食感も楽しめて、よりコーヒーに合う気がしましたね。変化がある方がコーヒーに合うようのではないか、自分はそう思いました。なので今回はこちらのちょっと贅沢なコーヒーで合わせるなら、一本満足コーヒー専用チョコチップバーをおすすめするということで、両者代表として4点とさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。